ました。ゴージャスさん、よきゅうさんからも何かブレキャスに動画を投稿していただきたいなと。おー、考えましょうでも結局みんなどっちなんだ、プレイ動画を上げるんじゃないかな。でも普通のプレイ動画だと結構、うん、もう上がってるのもあるので、うん、例えば縛りプレイとかで、はいはい、ベヒモスパーティー、ベヒモス3分クッキング。何？木のおじいちゃんいるじゃないですか、アルトリオン。はいはいはい。ブロッコリーに似てるからブロッコリーで表現できないかなとか、料理とか お菓子とか。キャラ弁？キャラ弁でもいいね。マックスウェルを獲得して、うん、すぐ売るとかねそれだ、ゴー様それだよ。すぐ売る。あのブレナマ見てたんですけどもアフレコとかもいいんですよね。代々木アニメーション学院にも行ってました、ね、そうなんですか。僕最終学歴、代々木アニメーション学院。もともと声優を目指してたんですか。ダメだったからこうなっちゃったわしの呪いを解いてくれ、さすれば美少女に戻るぞい、ぐふふ、冗談じゃなんもう美少女なの？いやもうすぐ売ったわこれ、もうすぐ売った、すぐ売ったわこれ初めて見たこれも。ギショ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 タオリンゴさんどうですかちゃんとひどいこと言ってあげてください。かわいい、さすがに気遣ってくれてる、優しすぎる。こういうのをねまとめてね、うんうん、動画にしてアップしたりとかしてもね。そなたがこの聖なるゲートを訪れる日を待っていたぞ、選ばれし者よ。桑田佳祐。え、なおなんと言うあ、ありがとう郷ひろみ、ゴージャスくん、そなたにこのゲートの向こう側のジャパンビートたけし、メロボかよおい、行くぞよこの野郎決めた私は。え、もうどうしました。秘密、ゴー様に真似されるから。え、これ二人だけじゃなくてゲームマーケットじゃなくて、じゃあもう分かった分かった、じゃあここで対決しましょうよ。もう罰ゲームあり。それは属性別ブレイブカード。うそー、やだ。僕たちもね、はい、バチバチ戦いますんでね、ます、うん、皆さんもよかったら僕たちと戦うような気持ちで頑張ってみてください。